入院生活がスタートしました。今日朝の10時に病院の方に着いて、で12時半に食事を食べて、今1時半です。ゆっくりしてます。はい、結構実家のような安心感があるので、のんびり過ごしていきたいと思います。夕方に手術前のお話が先生からありまして、手術に向けた準備がいよいよ本格化しました。で、6時ぐらいにお風呂に入って、6時半に夕食を食べて、で、今日の夜の8時まで飲食可能ということで、ご飯を食べました。お菓子も食べて、で、飲み物が明日の朝の8時までなので、まあ飲み物だけが今楽しみかなという感じです。今日は、まあ、好きなことをしてリラックスして明日に備えたいと思います。はい、おはようございます。時間が今朝の7時50分です。水分をとって歯磨きだったり、洗顔をして手術に向けて準備をしています。今日は頑張りたいと思います。はい、手術着に着替えました。時刻はですね、今10時45分というところで、もうすぐ手術室に行きたいと思います。ドキドキですが頑張ってきます。I've been pushing away everybody I love. I don't know what to do. Need a sign from above. I just want to be somebody who knows. Who knows how to behave. 今手術があった日の夜8時半です。3時ぐらいに初めて、水を飲むことができて、で、夜ご飯もちょこっとだけ食べることができました。で、さっき体をこうシートで拭いていただいて、お洋服も着替えて、すごくすっきりしました。本当に手術箇所の傷跡以外は体も特に痛いところはなく、終わることができたので本当に良かったなと思います。皆さんに感謝です。はい、今日はゆっくり眠れそうなので、しっかりと疲れを取りたいと思います。はい、はい、今日は6月の29日ですね、水曜日です。今が夜の、7時ですね。はい、今日はもう朝起きてご飯食べて、でその後点滴が取れて、でお昼もご飯をしっかり食べて、でお風呂にも入ることができました。でトイレも自分で移動できるようになったので、まあ、いつも通り、トイレもすることができています。で、本当は週末とかに退院する予定だったんですけど、まあ、手術の後にですね、結構状態が良かったみたいで、明日退院することが、できるようになりました。まあこんなに早く退院できるとは思ってなかったので、すごくびっくりしてるんですけど、まあ、まだまだ傷は痛いので、まあ、ゆっくりですね、家で過ごそうかなとは思ってるんですけど、まあ、今回入院生活、久しぶりの入院ということで、まあ、このお世話になってる病院に入所したのは6年ぶりで、手術自体も8年ぶりだったんですけど、本当に、まあ、先生方、看護師さん、皆さん本当に優しくて迎えてくれたので、まあ、こう早く退院するのが、まあ、なんか若干寂しさもあったりするんですけど、無事手術が終わって元気に帰れるので、嬉しいなと思います。じゃあまた明日動画を撮ろうと思います。はい、6月30日木曜日の1時半になりました。今日退院を迎えます。まあ、本当にあっという間の4日間でしたけど、無事に退院を迎えることができて本当に嬉しいなと思います。病院の、スタッフの皆さん、
そして手術を応援してくれた皆さん、本当にありがとうございました。There's something different about the way we are.